も。本橋さんどうもいらっしゃいませ。こんにちは。どうもよろしくお願いします。なんか初めて会った風には思えない、ね。いやいや本当に全然初めて会ったと思います。いつも拝見しますので。よかなんか鎌倉にモデルハウスができたって言って。はい、そうなんです。あの2月8日だったんですけどね、はいはいはい。このモデルハウスがちょうどできました。はーすごいですね。ありがとうございます。3階建てで、はい。一応2世帯想定してるんですけど。うんうん、2世帯想定してます。玄関が木製ですかね、はい、こちら木製の玄関ドアですね、はい、断熱材あとちょっとまあ、はい、後でまた説明しますけど外壁は10センチ100ミリのロックウーの外に1階部分だけレンガを張ってます、はいはい、あとはもう普通にロックウーですねロックウーの断熱材です。この壁はタイルですか、はい、これタイルですね、ははは、はい、タイルを張ってます。なるほどなるほど。この上はこれはシャッターなんですか。これですね、あ上ですね、はい、あこれブラインドですね、外部ブラインド、はい、外部ブラインドです。実はこれ南面日射すごく入るので、はい、ちょっとあとで説明しますけどガラスもちょっと特殊なガラス使ってるので、はい、日射の取得するとちょっとね、はい、あまり取得するとオーバーヒートしちゃいますんで、はい、あのブラインドでね自動で制御してます。じゃあちょっと中を見せてもらっていいですか。はい、はい、どうぞ、はい、よろしいですか。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、じゃあこちらですね。はい、こちらがまあ、はい、2世帯を想定しました。でも入った瞬間から違いますね。ですね。今日は どれぐらいだろう。外気温12度、10度ぐらいかな。うん、9度、10度ぐらいですね。ちょっと私さっき外半袖で寒かったですからね。なんですかね、この、はい、全体が暖かいっていう感じがすごいなと思います、ね、はい。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、上がります。どうぞ。あ、で、お風呂があって。はい、まあ、こちらの親世帯を想定してまして、はい、お風呂と洗面所と実はこちらのトイレを、はい、本当いきなり入り口を持ってきちゃってるんですけど、はあはあ、まあ、でここはちょっと広めの主寝室を想定してます。はあ、2世帯だからこちらがつながっているんですね。はい、はい、そうですね。こちらは、まあ、2階をちょっと事務所で使ってますが、はい、まあ、2LDK の、はあはあ、普通にこじんまりしたあの60平米70平米ぐらいの、うん、あのまあ、ちっちゃなお家がついてると、はあ、なんでまあ場合によってはこの扉をもう完全に塞いでしまって、はい、賃貸住宅で貸してもいいよっていう。なるほど。2世帯でも将来なんかの、はい、将来なんかで賃貸で、はい、出してもいいよと、はあはあ、まあ、鎌倉ですのでね、はあはあ、借りたい人はたくさんいらっしゃるので。そうですね。はい、はあ、まあ、逆にこちらは今回はちょっと打ち合わせ室とちょっとした壁の構造とか窓の構造とかお見せする場所になってますけどね。まあ、これ通常は標準でやってないんですけどやはりここもちょっとテクスチャーでレンガ張ってます。まあ、ここはちょっと普段は打ち合わせ室でやらせてもらってます。これはすごい化粧の構造壁ですか。実はね、耐震等級3がうち標準なのでどうしても1階にこうリビングを持ってきたり荷重かかってしまってここに柱が発生したんですよね。で壁にするとやっぱりちょっと狭苦しかったんで、うん、まあ、あえて表しにしちゃって、うん、これに説明している、はい、仕様が説明したり、ね、そうですね。私たちはあの緑の柱っていうですね、ああの、まあ、木造のジェットコースター、うんうん、日本では数機あったんですけど、はい、それではね全部この緑の柱って使われてるんですよ。シロアリにも雨にも全然大丈夫な、うん、この柱がねうち1階分全部標準なんですよ。換気システムで、はい、まあ、これ一般的な標準的な時には、はい、こちらはちょっとダクトを採用してるんですけど、うん、一般的にはこちらが外、こちらが中、うん、で70秒ごとに冷たい空気を入れて、うん、ここが実はエレメントがセラミックでできてまして、うん、温められてここから風が出てくる。ダクトレス、ダクトレスですね。これが壁ですか。これ壁ですね、弊社のね、うん、あの10センチの柱のところにはステロスファイバー、はい、で内側はベーバーバリアやってます、はい、でこちらに、まあ、通常10センチのロックになってます、うん、以前は8センチだったんですけど、うん、もう今10センチに変わってます。じゃあ総圧10、総圧は20センチぐらいある、ね、はい、20センチですね。 あとモイスが 9.5 ミリありますので、うん、で、あのこの先端のこの部分からいくと、まあ、240ミリになります。でこれがサッシ、はい、そうですね、樹脂サッシ、樹脂窓ですね。ちょっとこれオリジナルの樹脂窓なんで、うん、ちょっと普通あまり一般公開しないんですけど、うん、まあ、こんな感じになってまして、ウレタンが、あ、これね、ネオマホームなんですよ。ネオマホームが入ってる、フェノールですね。はあ、すごいですね。はい、これで大体 UW でどれぐらいなんですか。あのね、一応実の規定で測定したらね、はい、0.8 キルぐらいです。0.8 0.78 とか 0.77 とか。なるほどなるほど、はい、まあ、窓によってちょっとサイズによって違いますけど、まあ、でも大体 0.8、うん、でトリプル。ガスは、ガスは普通にあるもんです。あるもんね、はい、うん、すごいですね。その隣は見せないですね。まあ、これは、はい、あの、あまりね、
あ、はい、すごいキッチンが、まあ、これ標準的なキッチンですね。あ、まあ、あまりあのあそちょっとゴミが見えちゃうじゃあ2階へ行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、お2階です。はい、ちょっと鉄骨で今回は少し、はい、すごい鉄骨は、まあ、普段はね、さすがにオプションなんですけど、まあ一応今回2世帯住宅想定してて、こちらがですね子供部屋一応2つを想定してまして、はいはい、あのちょっと先ほど内装の説明しませんでしたけど、全部うちはルナファーザーの紙クロスの上にちょっと塗り壁作ってまして、はい、あ、日本の土をベースに、あとあの舐めてもいいもの、食品添加物ぐらいのものしか入ってないもので作らせてもらって、この下のフローリングはさすがにこれ本当にこれ多くの無垢なんですよ。あ、これはもうね、新月の時に切ったもう200年ものの多くなんですけど、はい、これちょっと、ね、うちの家のフローリングを貼った時に余ったんで、うん、ここだけなんかちょっとここだけ質感がいいですね。いや全くいいでしょ。これクソ高いですよ。そうでしょうね、これはね。このフローリングはね、さすがにやばいです。あ、これは無垢ですね。やっぱ本物の無垢をね、半触りするともうね、他きついですよね。そうですね。じゃあ今度3階ですか。はい、ですね。じゃあ行きましょう。で実はね、これ本橋さんね、3日間ほどね、はい、うちモデルをあの開けてまして、昨日おとといに先ほどといてね、でエアコン消して3日間行ってみたら、はい、帰ってきたらね22度でした。だからまあまあ換気してますけど、ちょっと寒いなと思ったんで、今日ちょっと実はエアコンつけてます。本橋さん来るのにね、ちょっと暖房しようと思って、まあ、今 2,3 時間ちょうど7時をつけたかな。あ、エアコンはどこにあるんですか。ここにあるんです。ここに1台、はい、もしよろしければ一度こちらに来ていただいて。すごい、これがウェルネストフォームの秘密だと思う。いや、普通見せないんですけど、ちょっとごめんなさい、電気つけますね。はい、こんな感じでございます。はあ、すげえ。やばいでしょ。やばいっすね、これは。これでもね、今日の朝7時に出たんですよ。本橋さん来られるのは9時半だったんで、2時間ぐらいお付けしたんです。これは見せちゃって大丈夫ですか。しょうがない、いいですね。もうプレゼント。おお、すげえ、これ。はい。なるほど。実はもうここに全部私の機械室作ってまして、まあ、あの電子集塵機で、はいはい、あの外からの PM2.5 は全部カットして、はいはい、でこれが室内のここ元さん触るとここ冷たいんで、はい、ここから外気が来てます。あ、冷たい。でこの空気をエアコンで1台で温めてあげて、各部屋にダクトで落とすんです。なるほど、なるほど。ただし、あのなぜ3階についてるかというと、うん、冬の暖房を全く想定してません。夏の冷房のことしか考えてなくて、なるほど、もう南面の日射だけでこの家温められるので、はい、暖房もあくまでも補助、あ、冷房のためだけつけてます。あ、でダクトで、ダクティングで毎時150リューベイ前後は各部屋に送れるようになってまして、あ、で各部屋に温かい空気、冷たい、まあ、除湿した空気を送り込むと。あ、はい、すごい。これエアコンはどれぐらいの大きさなの。これね、でも4キロなんで12畳用で、1台で、これ60坪あるんで、まあ、大体120畳ですね。だいたい1台に8倍から10倍ぐらいはいけますね。すごいな、はい、あ、まあ、こんな巨大なファンをつけてですね、各部屋に送ってます。熱交換器はそうですか。これです、はい、あ、これはあの私がドイツのこの会社とはちょっとジェントルマグリメイトを交わしてるんで、はあ、見たことないですね。はい、見たことない。紳士協定結んでるんで、多分日本では今のところうちしか買えないかと思います。はあ、いい機械です。まあ、ドイツはメジャーなんですよ。ベスト5ぐらいに入ってるメーカーなんですけど、私はあのメンテナンス性とか、うん、あの彼らの中に入ってるコンピューターが結構使いやすいんで、うん、でこれちょっと本橋さんね、いいですか、はい、結構音してるでしょ、はい、この音がね、こうバーッとダクト音してると思うんですけど、これをね閉めるとね、これ防音窓でして、あー、すごい。これも私がドイツのあるドアメーカーさんと、うん、ジェントルマグリメイトを交わしてまして、はあ、これも私しか輸入できなくしてますけど、はあ、すごく性能のいい防音ドアなんですよ、はあ、でしかもそんなに高くない。で、はい、ここはダクト、そうですね、あの入気してるとこと出してるとこと戻してるとこがありますので、はあはあ、この銀色のが戻してるとこですかね。これ出てるとこかな、はあはあ、どっちかが出ててどっちかが戻してます、はあはあ、必ず同じ流量だけギューッとやってますので、なるほど。あと白いダクト、白いやつはまさにあの普通の給排気ですね。給排気、あれがいわゆる換気システム、はあはあ、
うん、でこのちょっと銀色のやつはあの空調のため空調の方ですね。空調のためのダクトですね。はい、ああなるほどなるほど。はい。ああすごい。今日すいませんちょっとこれから撮影するんでちょっとセッティングがおかしいですけど、普通はここはもうちゃんとこちら側にソファーがあって、まあすごいな。いやこれ普段僕違いますからね。僕は普段 iPhone 7でやってますから。で実は、うん、今日はのちょっと今のあれなんですけど、うん、あの実は外の中であの温度差を測ってまして、はい、あのこのバレーバーの、あのブラインドなんですけど、うん、あのある程度温度差を感知して勝手に上がったり下がったり、はい、あのブラインドの角度を変えたりっていうのをちょっと自分たちでヘムスで制御してます。さすがにこれちょっとまだ今実験段階で、うん、お客様にはまだお売りしてないんですけど、うんはい、このブラインドをちょっと動かしてもらっていいですか？あ、いいですよ。はい。まあ普通に手動でもやれますので、はい、これ、ね、今日私今日ここで宿泊してたんですけど、はい、朝7時になったら、はい、勝手にウィーンって開いてまず起きろってやるんですよ。はあ。まあそういう設定してるんですけどタイマーでね。はあはあ。であとはもう一回開いてたんですよ本田さん来るまで。で10時になったらちょっと暑くなってきたんで、はい、勝手にブラインドが閉じてくれてこのように明かりは入るけど、はい、日射入ってますよね。でこれを今から日射をですね、はい、こういう感じで。閉じることもできますし、はあ、こういう感じで開けることもできます。今日射が入りましたよね。すごいですね。で一番いいのはこのような形で、はい、上げてしまえば、はい、こっちか今から上げますね、はい、日が入るすごいですね、はい、でちょっとほんまにすごい。こう元橋さんってあれだよねけど今めちゃくちゃ見てる人多いからやばいっすよねこれ。僕の情報これ垂れ流されますよねガッツガッツね。まあいいや。元橋さんだからもういいや。他の YouTuber と絶対こんなことしない。すごい。あそこはすごいな。あのチャンバー室はいいでしょ。秘密がありすぎで。まあ全然もう本当に短い期間なので喋れませんけどね。で、あのこのねこの南面開口率の日射があれば、はい、もう暖房いらないです。ああいらないです。うちこの建物で UA が 0.21 ぐらいなんで。21とか22ぐらいなんで、もう日射でだけで大丈夫です。はあ、ただし、よくね、よく高気密、高断熱やったり、あの初先輩方がですね、もろもろトリプルガラスだと、はい、南面日射が取得できないっておっしゃいますよね。うん、確かに日射取得率 0.34 なんで、うん、6割ぐらいはやっぱ外に逃げちゃうんですよね。はい、で、これをですね、もたさん、ちょっとこっちに来て。はい。あのね、わかります？こちらとこちらでガラスの色が違うのわかります？まあ、カメラじゃわかんないと思う。いや、わかると思うんです。わかるかな、全然違うでしょ。そうですね。で、実はね、元田さんね、これね、カメラ持ったままじゃ本当つらいんだけど、はい、ここに立ってる状態が、はい、これ南面日射開口率が 0.34 ですよ、これ。はあ。こちらに、あ、ちょっと今日日がかけてきた、残念。こちらね、0.6 近いんですよ。はあ。これ話しちゃって大丈夫かな YouTube で。いや話さない。ちょっとカットしてください。これ僕元橋さんと会話です。でこれは本当にけど実験だけど、はい、すごいいいでしょ。ああ違いますね。でよくねペアガラスにするんですよね。よく設計検証した。でもそれは確かに日射のね取得率は 0.5 になるんだけど、うん、その分熱逃げてるからね。うん、でペアガラスだから。なるほど。でこの樹脂窓自体も僕のオリジナルなので。ああ。全部打ち付けでですね。打ち付けですよね。はい、でこの壁もオリジナルだし、うん、外の塗り壁もオリジナルなんですよ。あもうドイツから輸入してるんじゃなくて。ここは体験宿泊ができる、はい、ということですね。おっしゃる通りです。体験宿泊ができる。はい。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました。ね、元田さんどうも。すごく参考になったというか、こんな秘密を公開しちゃっていいのだろうか。まあいいのだろうか。ちょっと。どうしましょう。ここでいいですか。そうですね。はい。じゃあ呼んできましょうかね。はい。はい。はい。今日は上のネストホームさん。すごい何でも教えてくれましたね。本当にびっくりです。やっぱり性能が段違いだなと。この時期はもう完全にブラインドをしないとオーバーヒートしちゃうってことですかね。素晴らしい例でした。